チュラビスタはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ郡の都市である。2010年国勢調査での人口は24万3916人であり、サンディエゴ郡では2番目、南カリフォルニアでは7番目、カリフォルニア州では14番目、アメリカ合衆国では77番目の大きさとなっている。カリフォルニア州南部の大都市サンディエゴとアメリカメキシコ国境の中間で、 サンディエゴ湾に近い位置にある。チュラビスタのプロクターバレーチュラビスタと呼ばれる地域の自然史は陸も海も全種化石を通じて数百万年前まで遡ることができる。考古学的証拠では少なくとも1万年前に人類が住んでいたことを示している。紀元前3000年頃、ユーマ号を話す人々がこの地域に入ってきた。現在、 サンディエゴ地域にいる多くのアメリカインディアンは、数千年にわたってこの辺りを歩き回った、クメヤーイー族ーの子孫である。1542年、フアン・ロドリゲス・カブリリオが率いる三隻の小さな船体がサンディエゴ港に入ってきた。1795年、チュラビスタはランチョデルレースなわち、国王の牧場王と呼ばれる、スペインの土地特許の一部になった。百三十一年に、 メキシコが独自の政府を形成したとき、ランチョデルレーは、ランチョデラナシオンすなわち、国の牧場と呼ばれるようになった。この牧場は、現在のナショナルシティ、チュラビスタ、ボニータ、サニーサイド及びスイートウォーターバレーと呼ばれる地域に広がっていた。ランチョデラナシオンは1845年まで、スペイン人が牛や馬に草をはませる土地として使われており、 その後メキシコ人知事ピオピコの義兄邸であるジョン・フォスターに使用を認められた。アメリカ合衆国は1847年に米牧戦争の後でカリフォルニアの領有を主張した。1850年にカリフォルニアが州になった後でも土地特許はアメリカ法のもとで個人資産として認められ続けた。フォスターは10年間牧場を運営した後で、 フランス人土地開発者に売却した。この土地は、その後1868年にキンボール兄弟に3万ドルで、売られた。フランク、ウォーレン及びレビのキンボール兄弟はこの土地を、アメリカ風の生産的な都市と農場に開発する、つもりだった。フランク・キンボールは、アッキソンとピカンド、サンタフェ鉄道をサンディエゴまで引いてくる責任者でもあり、その最初の終着駅は、 ナショナルシティになった。サンタフェ鉄道の数人の役員と都市計画家 WG リッカーソン大佐がサンディエゴ土地、障害者を結成した。この会社は新しい開拓者のために国営牧場の土地開発に乗り出した。開拓者を引きつけるために広告用の書類を発行し、それにはこの土地の最良の部分として5000エーカーの土地を5エーカーに小区分しており、 幅80フィートのアベニューや通りが双方向に走り、蒸気機関の通る道が中央にある。この土地はチュラビスタと呼ばれ、繁栄するナショナルシティからほんの1マイルの距離にあると書かれていた。この宣伝で1880年代のブームに火をつけた。この5エーカーの土地は1887年では1エーカー、あたり300ドルで売られた。購入者は6ヶ月のうちに、 その区画内に家を建てることを求められた。1889年には家が建てられるようになり、土地の販売は好調だった。こうして、チュラビスタの町は創設された。住民のジェームズ・ディ・スカイラーが町の名前にチュラビスタを提案し、サンディエゴ土地、障害者がそれを採用した。チュラビスタとはスペイン語で、美しい眺めと翻訳することができる。 スイートウォーター川ダム、1907年頃1888年、スイートウォーター川のダムが完成し、チュラビスタの住人と農地に水をもたらした。フランク・キンボールは、州の農業コミッショナーになり、この地域の作物として、柑橘類が最も合っていることを見つけた。チュラビスタは、当時の世界で最大のレモン栽培地となった。サンディエゴ、ナショナルシティ。 チュラビスタ及びオタイイを結ぶ鉄道が建設された。ナショナルシティオタイイ鉄道と呼ばれた、この鉄道は長年にわたって流星した。1911年10月17日、チュラビスタに姿勢を敷くための住民投票が行われ、住民が賛成票を投じた。カリフォルニア州は11月に編入法を承認した。チュラビスタ評議委員会が、 ピープルズステート銀行の事務所で選挙を行い、ET、スミスを議長に選出した。地元の農夫たちはその主生産物としてレモンを作り続け、市内8カ所以上の放送所を使っていた。しかし、数年間続いた悪天候で大きな被害を受けた。1913年には厳しい当該。 1914年と1915年には干ばつが襲って作物は被害を出した。1916年の洪水では、ローアーオタイダムが決壊し、2時間半の間に数百万リットルの水が放水された。2番アベニューに近い鉄道の軌道が流され、23個の家屋が全壊、死者20人以上を出した。1916年2月、 ハーキュリーズ火薬会社がチュラビスタの30エーカーの土地に昆布加工工場の設計と建設を始めた。昆布は爆薬の生産に使える理想的な材料資源だった。この工場は炭酸カリウムとアセトンを生産して無塩火薬を作り第一次世界大戦のイギリス軍によって幅広く利用された。ハーキュリーズは戦争中イギリス政府のために無塩火薬4。 600万ポンドを生産し、当時の世界で最大の昆布刈り取り船体を作った。この工場は現在ガンパウダーポイントと呼ばれる場所にあった。現在はチュラビスタ自然センターが存在している。世界恐慌はチュラビスタにも大きな影響を与えたが、農業は住民にそこそこの収入をもたらしていた。1931年、レモン園は100万ドル。 セロリ農場は60万ドルの売り上げを上げた。第二次世界大戦は、チュラビスタ市に永久に影響する変化を与えた。その大きな要因として、真珠湾攻撃の数ヶ月前の1941年初期に、ロール航空機会社がチュラビスタに移転してきたことだった。ロールは、戦時生産の再高時に、地域の9000人の労働者を雇用した。住宅需要が高まり、一度転換された。 果樹園は元の姿に戻ることはなかった。戦時に住宅需要を満たした二つの地区は、現在チュラビスタショッピングセンターとヒルトップ中学校及び消防署があるところである。戦後1950年のチュラビスタの人口は1940年の5000人から3倍以上の1万6000人になった。戦後、多くの工場労働者や、 数千のサービス業従業者が地域内に残り大きな人口成長につながった。この時代に多くの学校、家屋、銀行、レストラン、ガソリンスタンド及びショッピングセンターが成長する住民のように供するために開設された。チュラビスタがサンディエゴ都市圏では最大級の地域社会になると最後の柑橘類の樹木と生産農園が消失した。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。サンディエゴ行政協会による推計では2005年のチュラビスタで世帯あたり年収中央値が64,110ドルとなっていた。インフレ調整後では52,084ドルとなる。チュラビスタ東部の地区、チュラビスタにはサンディエゴのサウスベイでは唯一のライブ劇場であるオンステージプレイハウスがある。 1974年、ポッサムと呼ばれる喜劇集団が、チュラビスタと題する新作を演じてヒットさせた。これは、ラホやサンディエゴからハーバードライブ、ハイウェイ5号線を通り、チュラビスタに向かう途中で、ジプシーの手品氏が購入した、魔法のトワンガーについて語るものだった。ドクターデメントショーで何度も演じられ、 1970年代のサンディエゴの AM ラジオ系 FBM でのラジオショー、ハドソンバウアーでサンディエゴ軍全体で聴取された。有名なアルゼンチンのステーキハウスパンパ、エスバーグリルのオーナー、マルコイダルゴがサンディエゴにアルゼンチンの郷土料理をもたらした。このレストランはサンディエゴのベストステーキハウスとして表彰され、最も成功した民族の場所の一つとして知られている。 その他の見どころや行事としては、チュラビスタ自然センター、ジェートリハーバー、3番アベニュービレッジ、オリンピックセンターとノットの総区式がある。チュラビスタ中心街では、有名なレモン祭、スターライトパレード及びチュラビスタ、バラ祭りなど多くの文化行事がある。チュラビスタ市の最近の包括的年次、財政報告書によれば、歳入3億に290万ドル、 歳出2億8、750万ドル、総資産12億3、270万ドル、総負債2億5、860万ドル、現金及び投資額1億8、100万ドルとなっている。現在市政委員会は市長シェディル・コックスが率いている。市政委員会には他に5人の委員がいる。カリフォルニア州議会では、チュラビスタは第40上院選挙区と、 第78及び第79会員選挙区にある。連邦政府ではカリフォルニア州第51会員選挙区に属する。この選挙区はクックの党派投票動向指数が D プラス7、すなわち先の大統領選挙で民主党候補に投票した数が全国平均より7ポイント高いということである。市内の登録有権者数は10万3985人である。 2008年包括的年次財政報告書によれば、チュラビスタ市の雇用主トップ10は、下表の通りである。今後の数十年間で、チュラビスタは、東方に広がり続ける。イーストレイク、ランチョ、デルレお及びオタイ、ランチ地区など、住宅開発の様々な計画がある。2003年、チュラビスタは、人口20万人となり、サンディエゴ軍では、第2位の都市になった。 この市は成長を続けるにつれて魅力ある地区と強力な事業基盤のバランスのために奮闘することになるが設立された時の地域社会の感覚と小さな町の価値を維持していく必要がある。チュラビスタはアメリカオリンピック訓練場やオタイコ貯水地近くのオタイバレーで起こっている大きな開発で速いペースで成長している。オタイランチ、ロマスベルです。ランチョ、デルレ イーストレーク及びオタイ、メサ地域では数多い新築家屋が建設されている。カリフォルニア州道125号線の遠心部である有料道路サウスベイエクスプレスウェイが2007年11月19日に開通し、今後フリーウェイの週間高速道路805号線とカリフォルニア州道905号線を同54号線とつなぎ、 サンディエゴ地域とイースト郡の地域と密接に結ぶと、共に、週刊高速道路8号線やカリフォルニア州道94号線とのリンクも生むことになる。2006年5月30日、チュラビスタと NFL のサンディエゴチャージャーズの担当役員が会合して、チャージャーズの本拠地として機能する新しいスタジアム建設の可能性を探った。しかし、2009年6月、 チャージャーズは新しいスタジアム建設候補地からチュラビスタを外した。サンディエゴ地域空港局はサンディエゴのリンドバーグフィールドからオタイイメサのブラウンフィールドに商業航空路線を持ってくる可能性を検討した。しかし全面的な航空路運用には山が障害になることがわかり、この計画は頓挫した。また、この空港がメキシコに近いことで、 外交的反発がある可能性があると判断された。しかし、貨物用空港やティフアナの空港とともにに過酷用空港も検討されている。2009年、ホーブスマガジンによって、チュラビスタはアメリカで最も退屈な都市の一つに挙げられた。詳細はカテゴリー、チュラビスタ出身の人物を参照。ありがとうございます。